はい、時刻は夜7時を回りました。さあ皆さん、お待ちかねのつかちゃんのアニソンマーティンのお時間でございます。さあ この番組はですね、私アニメ好きのつかちゃんこと如月つかさが大好きなアニメやアニソンをご紹介していく番組でございます。ちょっとね、2週間ぶりなんでカミカミですけどね、前回カミカミですけど、はい、で、まあ、この番組ではメッセージを募集しています、はい、メールアドレスは 797@fmgino1.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームやツイキャスを使用して映像と音声を配信しています。そちらの方でもお楽しみください。 FM ギノワンのホームページより簡単に見ることができます。そして FM ギノワンではリスラジというものを使用しまして、うん、ラジオ放送と全く同じ放送を行っております。スマートフォンをお使いの方は、アプリストアよりリスラジと検索していただいて、アプリをダウンロードしていただいた後、九州全国のラジオ局から九州沖縄を選択していただいて、うん、FM ギノワのアイコンをタッチしていただくとラジオ放送を聞くことができます。またパソコンで聞かれる方は FM ギノワのホームページに再生ボタンがあります。そちらの方をクリックしていただくと聞くことができます、うん、さあ今日私お届けしますのは、私如月司とマスオとエコザイルとスタッフの山崎です。はい、はい、今日はですね、はい、フルメンバーでございます。フルメンバー久々揃ったね、はい、アニメ大好きフルメンバーでございます。はい、いやーザッキー、はい、ザッキーもそうや、自分の番組やってるんだよね。お、本当だ本当だ。あ、やってます、ぼちぼち。確か番組名が、山崎一番。それはオープニングです。本気で？本気で？本気で？なんかアニメ番組なの。はい、私あのね、土曜日に私がアニメ番組やって、日曜日にはザッキーがアニメ番組を。違う。アニメやってる。違う。はい。どういった番組をやってるんですか。スポーツ番組をやらせていただいてますね。スポーツ。株の生態じゃなくて。株の生態は株の生態。うん、あのスーパー株の生態。スーパー株の生態。そっちの株ですよね。そうそうそう。ラディッシュとかの方じゃないです。ラディッシュの生態じゃなくて。こっちのブンブンのスーパー株の、はい、ちょっと株は最近調子悪いですね。かかりが悪くなってきましたね。あ、それはね、ライダーの問題だね。ライダーは自分の問題ですね。ライダーとね、あと季節の問題。寒くなってきたから、はい、自分のは普通にかかるよ。ホーネットはね、ホーネットはすぐかかるよ。一週間とかトマホーチプレイしてもチョーク引けば結構かかる。マジですか。そう、もう一日放置したら次の日ちょっと怖いですね。へえ。やっぱ年だね。年です。年には勝てない株です。本田さんのスーパー株ですからね。はい。そうなんですよね。50年以上、もう長いこと長いこと走ってらっしゃる株でございますけど、でこの番組はね、バイク番組ではなくアナウンサーでございますので、はい、はいはい、皆さん2週間ぶりのご無沙汰でございました。はい、はい、いかがお過ごしだったでしょうかね。今日の実はですね、私今週のアニメ放送す、実はあの先々週の放送で言ってたんですけども、うん、はいはい、実は忘れてしまってて、うん、はい、つい30分前に自分の放送動画を見直してあのアニメを思い出すというね。お、はいはいはい、で今日放送するアニメはですね、はい、皆さんはアニメに、ね、そんな詳しくなくても超ご存知な方も多いのではないかと。まず曲はですね、曲をおかけしたいと思います。お、はい、曲は、はい、微笑みの爆弾です。どうぞ。今日は昼とか やってても集まり良くなかったんですけど、僕の昼の番組の最後は若干アニメ祭りになりました。あれ本当に最後聞いてなかった。最後のアニメ祭り、あ、ちょっとコメントしたよ、あれ昼の番組あれでしょ、あっちのミキちゃんの方でしょ、うん、そっちかい。あれですね、うん、トロ
んぼんさん、うん、はい、こんばんは、こんばんは、つかっちゃん、エコさん、マスオさん、あとザッキー、かわいい嬉しいですちゃんと入れたね、入れたね、そうなんですよね、はいはいはい、わかるかな金のふとるさん、これこれは分かる、あ、曲はね、分からん、難しい、でも幽遊白書は多分ね、まあ分かるだろうね、うん、ほんとこれのね、なんかあとやってた時に、うん、限定の応募した人全員にプレゼントのテレフォンカー、えあれ当たったんだけど今どこにあるかな、あ、漫画やってた時、ジャンプでやってた、そうそう、ジャンプやってた時にプレゼントで、もうだから相当プレミアってくれて、うん、しかもあれだけは本当に未使用だったから、ジャンプね、まあ、テレカの時代がありましたね、今クオカードかな、クオカード昔のテレカってあれ、うん、ひょっとしたら今プレミアつくんじゃないの、そう、あるある、探してみないっていうか、家にあることはあるんだけど、うん、どこにしまったかは忘れた、いやもしかしたら捨てられたかもしれないですよ、それはそれだけはないと思う漫画は捨てられても、そういうのだけは捨てないから、うん、捨ててないはずと、まあ、一応金券の一つですからね、うん、あれでね、何だったかな、結構レアもの、うん、幽遊白書とか、うん、結構いいのを10枚近くは持ってたはず、何だったかな、逮捕しちゃうぞはなかったかな、うん、あ、微妙だな、あったかどうかとか、いろいろありましたね、え、でも今も、今は何、クオカードかなんかやってるのかな、今のとこがいいんでしょ、クオカードな、クオカードかな、ほんとテレカの時代が結構ありましたよね、で、あれでも未使用だったらもう相当プレミアス、うん、おぉ幽遊白尺、幽霊の白尺分かってるくせにっていう微妙ですね。なぜかコンビーフセンターもわからないふりしてやってくるから。幽遊の伯爵で、幽霊の伯爵ではないんですよ、ね。でもアップルさんすごいなと思ったのは、うん、iPad で幽遊白書って打つとちゃんと星まで入ってくるっていう。確かにあれすごいよ、ね。アップルさんすごいなと。調べてみる、ね、たまスティーブ・ジョブズがアニオタじゃったんじゃないなのかな、それか今のティム・クックあたりがアニオタかもしれないですね今の最新 OS でそうであればそうびっくりした、すげえと思った確かに、ハッチさんいたけどな、今日昼夜いないのかな、ハッチどこにさん、あ、今もなく CM 行きます、しそうな、はい、うん、しないでもないんだけどね、だいたいね、こっちもいつものメンバーが、うん、そう、さっき話してたんですけど、魔界編はどうなのっていう話をしてて、あもうあれやらなくてよかったんじゃないって話をさっきしてたんだけど、最後の最後の、魔界に行ってから3人が戦うっていう、はいはい、あれは逆になんかやるならもっと掘り下げて 2,3 年ぐらい粘ってほしい、粘って、もうや多分作者やる気なくしてたと思う、ね、レベル E の方に行ってたと思うね、でもどうせやるんだったらね、うん、あれもっと最後の辺も手抜きって感じでしょ、あの逆に掘り下げればあと 2,3 年いけたよ、うん、絶対投げたんだと思う、その割にハンターハンターがもうほったらかしになってよ、作者そんなに体良かったっけと思うぐらい、いや、やる気がない、また止まってるんだよ、また止まりますよね、なんかハンターハンター見つけたらラッキーって思いますもん確かに思いますね、おーと思ったら一
1月ぐらい、4、5話ぐらい連載したと思ったら、また、はい、残り20秒でして負けます。で繰り返しでもね、最近は。8、7、6、5秒前、4、3、2、1。はい、時刻は夜7時。11分になろうとしております。つかちゃんのアニソマーティン FM ギノワのスタジオより生放送でお届けしています。さあ、先ほど流した曲は微笑みの爆弾という曲なんですけども、うん、はい、微笑みの爆弾といえば超有名な曲でございますね。タイトルではわからないですけどね、はいはい、超有名なアニメの曲でございますね。はい、さあね、曲、この曲といえば、曲といえば何のアニメでしょうか。幽霊の伯爵っていう。ちょっと違う、ちょっと惜しい。ちょっと惜しい。はいはいはい。はい、答えはですね、はい、ある、ま、とある科学のレールガン。レイガン、はいはい。かけまして、はい、まあね、レールガンとレイガンをかけまして、はい、はい、まあ、答えはですね、幽遊白書というアニメなんですけど、うん、はいはいはい。幽遊白書というと、まあ、皆さん聞かれると懐かしいと言われる方が多いとは思いますが、うん、はいはいはい、見たことがないという方も、まあまあ、いらっしゃるとは思います。見たことない人は多分これ聞いてないって。確かに。なるほどですね。はい。はい、じゃあ、まあ、いつも通り、うん、詳しくアニメの概要を説明していきたいと思います。はい。はい、ですね、主人公の浦飯祐介がいろいろ解決をしていくという、うんうんうん、戦いながら解決するという、うんうん、バトルアニメでございますというね、はいはいはい、いやいや、これはざっくりというか、はい、実はですね、詳しくこれはね、まあ、ちょっとざっくり説明しましたけども、幽遊白書、実はこれパートがいろいろ分かれておりまして、うん、はい、まずは霊体編、うん、はいはい、最初浦飯祐介が交通事故で亡くなるところから始まるんですね、うんうんうん、はい、でそれでまず霊体として生き返るために、うんうん、いろんな試練を受けていくっていう、はいはい、なんかこれは霊体編、うん、はい、そして魔界探偵編っていうのがあります、うん、はい、で生き返った後ですね、うん、妖怪が人間界で起こす悪事を取り締まる、うん、ま、霊界探偵として働き始めます、うん、はい、でこの後が結構有名ですねはい、はい、暗黒武術界編、うん、はい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 、闇世界のビッグイベント、うん、暗黒美術界のゲストとして、うん、浦飯祐介やその仲間たちと共に、うん、が選ばれ、拒否権はなく生き残るためには勝つしかないという、うん、はい、っていう無慈悲なバトルトーナメントが行われるところです、うん、はい、でその後なんですけども、魔界の扉編、うん、はい、特殊な能力を持つ人間たちが出現するという事件が次々起こり、うんうん、それらは魔界と人間界をつなぐ、うん、境界トンネルが開く予兆であったと、うん、はい、で境界トンネルが完全に開き、人類抹殺を目論む元霊界探偵潜水、潜水忍、うん、はい、その計画を阻止するために、うん、潜水と協力する能力者たちと祐介たちの死闘が繰り広げられる、うん、はい、でその後、うん、またトーナメントがあるんですよ、ね、ね、魔界統一トーナメントと言いまして、はい、妖怪の血を受け継ぐ者、魔族であることが発覚した祐介、うん、先祖の雷禅のもとに向かい、うん、雷禅の死後祐介は魔界の王を決めるトーナメントを開催します、うん、まあ、要は魔界で誰が一番強いねんという、うん、はい、やつなんですね。でその後最後それぞれの未来ということで、うん、まあ、人間界に帰ってきてからのお話が描かれ、幽遊白書のこれ全てと、うん、いうわけになりますね、うん、はい、これは詳しく説明するとこんな感じ、はいはいはい、ですね。幽遊白書というとアニメで、今は原作の方を説明したんですけども、うん、アニメはですね、はい、1992年10月10日から、はい、なんと長く1995年1月7日まで、はい、全112話放送されております。112話、はい、すごい。これはですね、1977年1月から1979年の1月まで放送されたヤッターマンの108話を上回る新記録だったの、この当時。そうなんだ、はいはいはい、すごいね、はい、そしてヤッターマンをアニメとして今のアニメとしては考えられない平均視聴率 17.6%。 あ、そんな高かった、はい、すごいな、すごい、最高視聴率 24.7% アニメで、100くらいアニメで、アニメで紅白に並ぶと、今の紅白に並ぶという高視聴率を
すげえ、はい、この時私2歳でございます。あ、その時自分生まれてません。生まれてない。そうだろ。1月8日生まれなんですよ、1995年の。あ、はい、終わった次の日に生まれた。あ、これはなんか運命感じますね。まあさほどそうでもないんだけど、ね、あえて潰しに来た。あ、黙っときます。いや大丈夫だけ、大丈夫よ。結構ですね、はい、に超人気のすごいね、アニメだったんで。そんな数値ははた叩き出してたとは思わなかった。そうなんですよ、ね、結構サザエさんに近いぐらいの視聴率じゃないです。あ、うん、多分それぐらいいってるはず。ドラえもんとかあのあたりと、うん、それぐらいいったら大したもんだよ、うん、はい、超高視聴率、うんうん、いやすごいですね。で、だいたい FM 技能のアニソンマーティの聴取率と同じぐらいなのかなと思います。多分、うん、あとコンマがつくんだよ。じゃあそれはないでしょ。はい、でそして悠々白書はですね、うん、映画もありまして、うん、悠々ただの悠々白書という映画、1993年7月10日に公開されまして、うん、はい、で悠々白書冥界死闘編炎の絆という映画も公開されております。はい、映画全く記憶にない。はい、映画って初めて聞いたね。あ、映画初めてですか。あれじゃない、集英マンアニメ祭りみたいな、あんな感じじゃない、東映アニメとかの。ドラゴンボールもそんな感じだし、はい、でそしてなんとなんと、うん、アニメとしては珍しく、うん、まあ、ゲームはアニメで、あ、ゲームアニメが出ると大体それに関するゲーム出るんですけども、うん、ますね、10種類以上のハードから、うん、20作品以上のゲームが作成販売されております。あの頃ね、いろいろ出たからね、はい、プレステとかも多分あの頃だろうからね、はい、最初がゲームボーイに始まり、 PC エンジン、はい、ファミリーコンピューター、ーゲームボーイ、スーファミ、はい、メガドライブ、はい、ゲームギア、ーゲームボーイ、3DO、 プレステーション2、任天で、もうプレステ2なんだ。2005年に、うん、アニメ終わってからでも出たという、うん、すごいな。アニメ終わってから出たものに関しては、スーパーファミコン、あ、スーパーファミコン、スーファミ出たよね、プレステーション2、うん、そして任天堂 DS、うん、はい、でもう一回プレイステーション2でももう一作品出ておりますね。あれサターンさんいないね。セガサターンがですね、セガさんはですね、メガドライブとゲームギアになりますね。うん、そっちですね、はい。サターンさんの頃に出さなかった。サターンの頃には出さなかった。なるほど、ね。サターンさんが分かる人がどれぐらいいるのかっていう。はい。そしてアメリカでもゲーム化されてるんですよね。ーゲームボーイアドバンス、プレイステーション2のゲームとして。はいはいはい。アメリカでも3作品アドバンスとか懐かしい、はい、ゲームボーイアドバンスとか懐かしい。自分はゲームボーイの時にやったな、うん、これとブリッジか、うん、ブリッジはやって、うん、今スマホのではブリッジあったけど、うん、面白くねって、うん、すぐアンインストールした。まあね、まあ、いろいろアンインストールされる方もいらっしゃるんですけど、うん、しかしすごいですね。すごいね。すごいね。ここまで、ここまで広がったのいい、広がったっていうアニメはなかなかないんじゃないでしょうか。ね、僕、サザエさんのゲームって見たことないですもん。いやいやいや、ちょっと見たことないサザエさんとマスオさんの夫婦喧嘩とか戦うんじゃない格闘家。ドラでこう、どれだけ撃退するか。撃退するか。追いかけるんですね。まず財布忘れていくところちょっと見たいですね。見たい。そうなんですよね。そして、はい、有名な声優さんはいるのかな。お、結構いるんじゃない。ゆうすけも結構有名な声優さん。佐々木希さん。佐々木のぞむ。のぞみじゃなくて。のぞみじゃなくて。はい、佐々木希も生まれてないんじゃないか。そうなんですよね、まあ、この方は出演作品はすごいんですよ。機動戦士ガンダムダブルゼーターから、おー、ほうほう、有名なやつ北斗の拳2、ほう、そっからそれいきアンパンマン、アンパンマンはね、はい、いろんな声優さん出てるからね。あはい、でそしてシティハンター91ですね、笑うセールスマン、ほうほう、はい、でそして浦飯雄介役、うんうん、でそして、キャプテン翼、おほう、大空翼の青年期の方の声を担当してますね。はい、
で少女革命ウテナだったりガンダムガンダム X、うん、おお X、はい、でそしてマッハ555 渋い名探偵コナン、はい、名探偵コナンもいろいろ出てるんじゃないですか、はい、まだ、ね、たくさん出てるが多いですからね。スピンはあの、はい、アニメ界の紅白みたいな感じだ、ね、そうそうそう、あのアンパンマンと、はい、アンパンマンは多分声優もう足りてないからね、はい、で 2001年からはテニスの王子様、おテニプリ、はい、阿久津仁役として、阿久津、はい、でそしてナルト月光ハヤテ役、はい、はい、でそして犬夜叉、うん、イニエーションも、はい、火の鳥復活編すごいよね、はい、イニエーションもね、うん、であとはですね超優地獄少女、あ出ました、ね、はいはいはい、ブラッドプラス、お、はいはい、ブラックジャック、はい、ガラスの仮面、お、デスノートのアニメ版ですね、お、はい、ケロロ軍曹、おう、はい、来たねケロ、いきなりギャグ来たね確かにちょっとシリアス系かなと思いつつのいきなり、はい、で魔人探偵ノーガミネウロ、おお、はい、戻った、はい、なんですよね、うん、でまたケロロ軍曹ケロロさんすごいな、はい、そうなんですよね、で新テニスの王子様だったり、はい、八犬伝、うん、東方八犬意見、うん、第2期、うん、だったりあのガロのアニメ版の方ですね。ね、うん、で、牛音トラのラーマ役として、うん、はい、出てらっしゃいますね。新しい、今回で言うと。ちょっと妖怪系が多いね。妖怪系。まあ、本当はいっぱいあるんですけども、うん、あの、有名なところを抜粋して。すると、妖怪系が多くなると。はい、あの、有名どころをやっていただけだけで、実際、デュエルマスターズだったり、スパイダーズライダーズ、スパイダーライダーズだったりとか、はい。それこそ昔のアニメでいうとミスターアジッコとか、あアジッコの、はい、アジッコも、はい、中井ひょうた役、うん、はい、あひょうた、あひょうた、はい、あのドテラマンとか懐かしいな、はい、ドテラマンマニアックすぎるでしょう、そんな超音戦士ボーグマンとか、そんなところがジャングル大帝とか、懐かしいね、結構古めのフル株の、はい、天空戦記シュラと、はいはいはい、はい、うん、懐かしい、ね、古い、出てくる絵が古いからね、やたらとねこの人すっごいアニメに出てるんですよ、息長いです ね、はい、本当に、うん、すごい長すぎだろ、そうなんですよ、おいくつですか、ですねこの人男性なんですけど、はい、今年49歳になるそうですね、え若いね、1967年1月25日生まれ、はい、じゃあ結構若くから声優されてるんだね、そうなんですよ、ね、で今日は声優特集でもないので、うん、はい、なんか声優特集かな、ちなみにちょっとだけ言わして、はい、あの野沢さん使いすぎ、あるあるドラゴンボールスーパー見てちょっと働かせすぎだろ、ごめん話を元に戻してください、 はい、あと千葉茂さんだったり、うん、はい、この方は有名なのかな、あれ、あれでしょ桑原でしょ、はい、桑原役として、あれでしょ、北斗の拳の始めとかの人でしょ、そうです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 。千葉茂さんは。はい。で、銀河鉄道3内にも出てますし、うん、はい。まあ、声優さんはまあこの辺にしといて、田中真由美さん。ああ、田中真由美さん。コエンマ役。ルフィ。うん、あ、ルフィの声を今やってる人ですけど、コエンマ役として。コエンマも重要キャラだからね。はい。でそして現界は2人声優がおります、若い頃とってこと、はい、うん、普段 の、 あの おばあちゃんの時は、うん、京田直子さんかな、うん、あ京田久子さんかな、はいはいはい、なんですけども少女時代は、はい、あのかの有名な、うん、林原めぐみさんが、ね、林原めぐみさんがやってらっしゃいますね、うん、もう少女時代とか若返り時代ですからね、若返りますからね若返っちゃうからね、限界のばあさんが限界の姉さんになりますからね。いやで、そして皆さんは好きなキャラとか、このですね、幽遊白書、キャラはそこまでたくさんたくさん出てくるわけではないんですよね。はい。はい、好きなキャラとかいらっしゃいますでしょうか。自分はね、ヨーコクラマが好き。ああ。ヨーコの方ですかね。はいはいはい、うん、植物を操り出したぐらいの時が。ちょうど私がたまにコスプレする、銀髪のカツラを。そう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 、はい、あんな感じの。なんか似てねえよみたいな顔、ね、目で見ないで見なかったよ、はい、そしてエコさんは、自分はね、うん、限界、ああ限界ね、どっちの方ですか、もう若い方だな、若い方熟女趣味なのかな、いやいやいや、ましたけども
はい、そして楽器王山崎は、いや自分は普通にユースケなんですよ、そのまんま。あでも別に問題ない。何そんな怯えてしゃべるわけ。なんか渋いとこついた方がええんかなって思って。いやいや、ユースケですね、結構もなんか遊びましたもん、よくレイガーンってやって、レイガーってねやるよね。実際中二病だったというね。あレイガーとカメハメハはやったけどね。ちなみにつかっちゃんは、私はですね、ヒエでございます。あよかった、ヒエ出てきた。ここでヒエ出てこなかった。迷うんだよな、ヒエ、うん、と限界迷ってしまう、うん、ああ分かる、それは分かる。似た感じは、ね、似た感じはあるけど、うん、もうヒエの悪役キャラも最高ですからね。黒竜とか呼んでくるところね、はい、黒竜派やったりしますけども、うん、技ではです。で他にもですね、やっぱり有名キャラで言うと、うん、トグロだったり、はい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 、トグロ兄弟も人気あるよね。人気ありますね、うん、有名キャラで言うとそんな感じですかね、うん、あとはボタンちゃんとか、はいはい、ボタンちゃんね、いますね、うん、で小閻魔なんてね、はい、初めて会った時えらいちっちゃいのに、力取り戻したかなんかすると、うん、やたらとイケメンになるので、おしゃぶりだけは外さないというね。ね、トーナメントあたりからね。トーナメントそうなんですよ。やたらとイケメンになってくるというね。はいはいはい、いやー、結構ですね、もうしゃべり倒してしまいましたので、はいはい、曲の方を一曲いきたいと思います。はいはい、曲はですね、高橋ひろさんで、悠々白書のエンディングテーマ曲かな。うん、アンバランスなキスをしてです。うん、めっちゃにそう回ってなってメール来てるらしい。お、メール来てる、うん、トロンボーンさん、お、銀トロさん、お、姉ちゃんも来てるな。姉ちゃん来よった。うん、悠々白書懐かしい。出た、ケロロ軍曹の写真来てるよ。へえ、上から2番目。あれ、マスオさんも来てる。上から2番目どれかな。もう一回、もう一個上、マスオさんの上。再起動したい。あれです。この再読み込む。これか。姉ちゃんだ。なかなかこのケロロ軍曹リアルですね。実写版ですね。これ実写版ケロロ軍曹ありますね。さっき見た？実写版ケロロ軍曹。見てないです。ケロロ軍曹実写版って。ああ、懐かしい。ガッツダンペイ。ガッツダンペイ。いいですね。でそれで言ったらなんか俺の天気もいいんじゃない。ああ、明日天気になるとかもうマニアックに入っていく。懐かしい。夏メロならぬ夏アニがあるよね。ある懐かしのアニメ。夏アニがね。自分はあれかな、目視の何かな、発見伝がアニメだった。ペンデンってあの犬のやつと、そうそう、剣のやつと、うん、で妖怪関係のやつがあるんですよ。多分それが一番初めのアニメだと思うんだけど、妖怪じゃなくて剣のやつだと思う。なんか発見伝系は割と一回転生して生まれ変わると妖怪系だったじゃないかな。剣か妖怪、うん、犬のじゃないですよ。犬のじゃない、犬ではなくて剣のやつか妖怪系でなんか一回やって生まれ変わってどうのこうのみたいなやつだったけど、あれは面白かった、うん、結構ね発見で良かったですよ、うん、あれか、うん、何層もついてないの、ただの里見発見でいいのかなとか、うん、剣じゃない方じゃない、やっぱ犬の方です。犬の方の元ネタも結局その玉が8つに分かれて、そうそう、あで それだ、それのなんか印つけてっていうのが、それだそれだ、うん、そのアニメだったよ。それがあの、うん、劇場版で上巻下巻ぐらいの分かれてだった、うんうん、あ、そう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 、映画バージョン、映画バージョンとかすごい上等に作ってあった。あの時代にしては上中下か上下巻、うん、に2話か3話で構成されたのがあって、うん、それは気になる、うん、結構前だよ、自分が中学ぐらいの時。あ、そうそうそう、それぐらい
そう、その時期いい時代が、オリジナルアニメのいい時代がすごくあって、そうそうそう、今もテレビでやっちゃうけど、あれ今探せないです。うん、あれだけ戦国甲子園とか面白かったですよ。わかります？あの発見者を集めるって言って、一つだけ双子がいるんですけど。あ、なんか聞いた時は戦国甲子園だったかなんか、漫画版か、漫画でチラッジャンプみたいな、対 CM 行きます。ジャンプでチラッと、うん、逆にあれだったら、あれジャンプだったら、あれ十二支のエトの面白いのだったでしょ。十二支のエトのなんだろう、ハンターハンターしか思いつかない。野球もわからないバカ野郎が、うん、野球マネージャー可愛くてマネージャーをやってリリーグしたのはいいんだけど、見てない時期かな、主力になっていくと、ジャンプの好きそうな流れ、ね、高校入って本当名前あれ面白かったんだ、野球、野球ですか。野球ね、ギャグ系に走るか、野球なんか十二神みたいな、あ、それじゃない、あ、ですか、ですか、あ、ですよね、あ、わかりました、あれ面白かったです。あ、じゃあちょうどジャンプ読んでないときマネージャーが可愛くて、それを目当てに野球手段を任そうが入って、結局最後はもう主力だ、4番の、だからなんかそれぞれキャラがやっぱり十二神のキャラがついてて、うん、面白かったです、うん、懐かしいな、楽しい、面白かったよ、うわー、ジャンプか、そうそう、最初に思い出した名前を忘れた。十二神のですよね、そうそうそう、モチーフがそれだったと思うんですけど、ピッチャーがなぜか知らんけどソフトボールをやってて野球やってたんだけど追い出されてソフトボールに転向して実力つけてきて、うん、それで、ああ、残り20秒で試合もあった野球って、ああ、そう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 、見直したいな、あれな、名前なってたかもしれない、わかります。はい、時刻は夜7時33分になっております。スカチャナイストマーティン FM ギノワのスタジオより生放送でお届けしています。さあ、先ほどお届けした曲は悠々白書のエンディングテーマ曲で、アンバランスなキスをしてです。いやー、アンバランスなキスってどんなキスなんでしょうね。アンバランスなんでしょうね。アンバランスね。いや、身長差あるんじゃないですか。身長差、あそっちじゃないですか。だから普通の答えで面白くないね。だけ考えてしまいました。もうちょっとひねった答えをね、お待ちしておりますよ。いやーね、結構、うん、ツイキャス見てらっしゃる方もね、うるせえやつらのメガネ役かな、千葉茂さんを知ったのはっていう、うん、メガネ役って誰でしたか、ね、でも千葉茂さんってあれじゃない、初代毛利小五郎とかじゃない、あ、そうなんですか、そっちが有名ですよね、うん、多分、へー、だから初めに知ったのはっていうことで、はい、うん、この人は本当にアドリブ入れる天才なので、あなるほどね、なるほどなるほど、ザッキーもアドリブに入れる天才だよね。あやーす。はい。はい。相当下手くそでしたね。はい、エゴさんもね、アドリブ入れる天才でございますよね。はい、フリムラジオで結構アドリブを。ああ、あれはアドリブというより、なんかちょっと攻撃したくなるのよね。攻撃したくなる。なるほど。あれで受けてるからいいんだけど。そうなんですよ。受けるからいいんですよね。はい。マサオさんはよく番組内ではほぼもうほぼアドリブでしたもんね。アドリブでしたね。何も準備してない。はい、アニソンマーティンと同じでございますね。はい、何も準備していないっていう、はい。最近、準レギュラーでミキちゃんの番組出てるけど、はい、あ、もう何も準備して5分前ぐらいにやってくる。あっちもあっちも、あっちはなんかそこ準備してるんだけど、はい、参加するときは僕は何も準備せず、すげえ、それがいいんですよ。だけどね、それがある意味面白いんだよね。うん、はい、そうか、神谷明さんか、はいはい、千葉茂さんじゃないね。おお、うん、さすがキキマルさん、すごいな。そう、神谷明さんだ。
すげえ。そういえばメールも来てたね、いっぱい。メールもね、たくさん来てらっしゃるんですよ。ちょっとご紹介したいと思います。はい。さらに増えた。おお、増えた。はい。そして、ラジオネーム、進撃のめいちゃんさんが、悠々白書、懐かしいと、よく見てたなと来てますね。はいはい、そして、次のメールも同じでした。はい、同じです。はい、はい、そういえば、マスオさん。はい。ハロウィンでマスオさんの姿はやりましたか？やってますよ、もう。ある意味常に、これが常に仮装だそうです、はい、沖縄版なので仮式来てますけど、ああなるほどなるほど、はい、でそして、こんばんは、つかっちゃん、えこさん、マスオさん、ザッキーさん、はい、ラジオネーム今日もおかしな議員のトロンボーンです、はい、はい、あらすじ聞いてもやっぱりわからんと、はい、あらよかった、自分は多い方4分の3に入っていたと、ガッツ乱平やオスカーはなんとかわかるけどと、そこまでいくと古い、結構古いアニメをご存じの方です ね、 ね、金太郎さんね、はい、結構幅広いと思うけど誘惑のあたりが抜けるんです ね、 ね、抜ける、うん、まあ、みんななんか抜ける時期があるんですよ、抜ける時期があるんですよ、はい、で進撃のめいちゃんさんね、はい、はい、好きなキャラクターはこの間も言いましたがシェルルちゃんですね、うん、あとは、最近好きになりそうになっているのはポケモンのセレナですね、あは、あ土曜日見てるなこれ、あポケモンね、セレナってあれですかね、日産の、うん、うん、そうそうそう、ミニバンタイプの、そう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 、はい、それは車で、あのポケモンに出てくる、はい、うん、あの最初は長かったんだけど、はい、髪途中でバッサリ切っちゃった、途中であの作画さんがめんどくさくなったのかな、そうそうそう、はい、よくあるよね、はい、来てらっしゃいますけど、めいちゃん3次元と言いつつ2次元だな、ああなるほどね早く彼女作るかあお会いしたことあるんですか、はい、お会いしたこと、もう RBC の有名リスナー、ああそうなんですね、はい、はい、あれですよ、ちょっと体を絞ったトトロみたいな人、うん、絞ってもトトロ、絞ってもトトロ思ったら多分見つけられると思う、 あ、はい、あ、こやつだってはい、はい、すごいめいちゃんのメールの写真の速さ、うん、ね、どうしてるんですかね、画像の速さ、そしてあの方からメールが来ております、お、はい、ラジオネーム沖縄コンビーフセンターさんからです、あ、来ました、はい、お三方こんばんは、オープニングは爆音か、あ、爆音になるよねってね、はい、あの爆音ではなく、オープニングは、微笑みの爆弾、うん、オープニング曲だったらエンドレスストーリーの方なのかな、多分来週の、はい、来週からのアニソンマーティンのオープニングってこと、ああなるほど、あ、いいかもね、後方ね、はい、でそして、はい、悠々白書の潜水編なら、はい、歯切り要がバイクだよ、うん、3DO のゲームでもよく指紋樹自販を打って、うん、ピヨッタ相手にタンクローリーをぶちかますコンボが使えた、はい、あとトグル弟は算数が弱い、80% と 100% の強さの違いが 20% 増しではなく2倍くらい強くなっているよねはい、確かにこれはね思います、あの実際は 160% ぐらいなってるんじゃないかっていうぐらい強いね、ね、確かに、あ、はい、確かにあれは異常だったね、異常でしたね、あれは80と100、はい、へはい、進撃のめいちゃんさんから、リクエストなんですがいいでしょうか、時間があればこの中から選んでいただけたら幸いです、よろしくお願いいたしますと来てますけども、たくさんめっちゃあるな、いつもそう RBC にももうこんなにリクエストやってきて、はい、選曲するのが大変と、はい、あとねモーニング8にもね最近あの進出しだして、ね、同じようにこれぐらいいくなるほどなるほどなるほど、じゃあ、実はですねここの曲すべて探したんですけども、ない、はい、なかったんですよ、これもない、はい、こちらの方はなかった、心の地図はあの DJバージョンだったらあったんですけども、DJ バージョン、ちょっとそんな渋いの入ってるのか、はい、オーケストラバージョンとか、自分はあのめいちゃんのお腹に合わせてポニョが良かったかなと、あ、楽屋用のポニョあるかな、じゃあちょっとこれね調べてみましょうね、これ調べてなかった、ありそうですね、はい、オルゴールバージョンとかもありそうですね、はい、1番目に放課後ティータイプっていうのがねこの番組的にいいかなっていう放課後ティータイプなかったんですよ、あったらやろうと思ったんですけど、あったな、
お、あったなって。ポニョの方がありましたね。あ、ポニョの方が、はい、ポニョで。はい、じゃあこれをね、エンディングにね、今日は、崖の上のポニョで今日はエンディングでお別れしたいと思います。いいですね。まあ、珍しいね。それを見ながら。聞きながら、はい、はい、めいちゃんのお腹のポニョさを、ポニョさを、はい、想像してくださいね。はい、したいと思います。はい、でそれではですね、ちょっと皆さんにお、ね、お願いがありまして、今回、アニソンマーティン、今、オープニングテーマ曲、はい、C キューブのオープニングテーマ曲のエンドレスストーリーというのをかけてるんですけども、はい、この度オープニングテーマ曲を変えようかなと思いまして。はいはい、オープニングに使ったら良さそうだなっていう曲をね、皆さんからのリクエストもね、お待ちしております。はいはい、はい、その中から我らアニメ好き軍団この4人で厳選なる抽選を行った結果、はい、抽選、抽選抽選というか厳選なる審査を行って、はい、早ければ来週のいいですね、オープニングテーマ曲から使用したいと思います。早速一つあったよね、爆音の、爆音の、ああ爆音の、はい、で銀の中の、おのの中の銀の蛍さん、セレーナってイギリスの女の子違うね、そんな子もいると思うけどそうですね、そうなんですよ、いると思うんだけど、ポケモンらしいですよ、ポケモン。めいちゃんが言ってるのはポケモン、うん、今やってるポケモンに出てくるセレーナって子ですね、うん、はい、はい、キキマルさんが案外悠々白書のアニメ版を見てない。ああ、いや自分も見てない、うん、アニメ版はもう漫画でしかやってないし。なるほど、でキキマルさんから、NHK のアリス探偵局のオープニングが好き、インストだけどどうですか。インストでもね、構わないですよ、はい、でね、構わないので、はい、じゃあこれも候補の一つとして、はい、審査対象になりますので、はい、はい、これがですね、約ざっと、半年間は、うん、続けて、ツークールは流したいなと、ツークールは流したいなと、はい、思っておりますので、皆さんからの、はい、エンドレスストーリーね、もう実はね、もう3クールくらい流してるんですよ。長いですね、はい、そうなんですよ。いやだけど、あれだよ、自分がやってるフリムーンラジオなんて、もう基本変わらんからね。僕も1周年ですけど、1周年だけど、ひやみかちぶし、ひやみかちぶしで、フリムンらしく、はい、はい、で、モミーさんが部屋を置くやつ、そうそう、変わってない、はい、変わってない、だけど、ちょっと変えようかなって、さすがに、やっぱみんな1周年あたりで考えると思うんですね、やっぱり、ちょっとテコ入れ時期に入ってくるんですね、今、ようやく入ってきた、1年したら、はい、うん、1年して、ね、某ラジオ局の某お姉様方が3人集結したときに、はいはいはい、あれすごかったね、いやもう、あの時パンクしたよ、うん、メールだけでね、うん、30、40ぐらい来てて、ツ、はい、イキャスなんてもう読み切れない、うん、ね、関西姉さん、緊張して喋れてなかったですからね、まあね、姉さんの上の姉さん方ですからね。ただでさえハイバル姉さんで緊張してるのだろうと思いきや、さらにその上の姉さんが来てます、大姉さんが来てます、大元がね、大元がね、はい、そして、のん中の銀の蛍さん、はい、ゲゲゲの鬼太郎あたり、おお、この暗い時間帯、沖縄今、あえて、あえていいぐらいの、いいですね、ゲゲゲのゲいいかもね、はい、いや、これも候補として入れておきましょうね、はい、これできたらアニメとは関係ないけど、はい、山崎箱の呪いもいいんじゃないかな。なるほど、審査員側からで募集来るとは思わなかったこれ有名人から審査員もとりあえず言ったもん勝ち、これ言っていいんだったらどんどん出るんじゃないですか。いろんな言っていったら僕だってオンリーマイレールガンとかいいんじゃないかな。そうですよね、そうなっちゃいますよね。いやいやいや、じゃあ皆さんからのね、うん、こういう曲、オープニングにこういう曲使ってほしいっていうのとかね、うん、でオープニングともう一つエンディング曲もね、一緒に募集しましょう。エンディング曲実際今決まってはないんですよ、はいはいはい、リクエストとかあった場合はリクエストをそこで流してあったりとか、したりしてるんですけども、エンディング曲ももしあれば、じゃあ、はい、めいちゃんのこれも候補に入れておいてあげていいんじゃないですか。じゃあねそうですね、これも候補に入れちゃいます。小林幸子、はい、風と一緒にとかね、それいきましょうね、はい、この中で一番いいなと思うのは小林幸子かな。やばい、はい、2曲同じ曲が入ってる、1番と11番同じ曲なんとなんと押しまくってるな、放課後ティータイム、焦ったな。焦りましたね、はい、さあさあさあ、そして
まずですね、うん、悠々白書、まあ悠々白書に戻さないとね、ちょっといけないといけない、ね、放送時間も残り10分程度しか残ってないですはい、悠々白書といえば、あの、まあ、もちろん有名な技で言うと、はい、レーガン、レーガンですね、はい、とは何ぞやと、うん、はい、はい、そうですね、これはですね、うん、ですね、ザッキーに説明していただこうかなと、はいはい、あ、俺がですか、はい、っていうのはまあ冗談なんですけど、あ、びっくりした、はい、簡単に言うと、はい、鉄砲です。ざっくり。まあ、そうですね。ガンだからね。はい。で、そして、指先に霊気を集中して放つ。うんうん、その威力は霊気の量に比例します。うんうん、はい。漫画コブラに登場する、サイコガンを元にしているそうです。うんうん、あ、そうなの？はい。やっぱり、はい、なんとなくね。そうなんですね、サイコガンはドラえもんの空気砲とかではないよね。あれ、思ってる、戻る。多分ドラえもんが、コブラって、の方が古い。コブラの方が古いっすかね。あ、でも空気、空気砲がいつ出たかだよね。ドラえもんの方がやっぱ古いの、古いじゃない。古いっちゃ古いから、はい、ドラえもん。空気砲、どの話で出てきたかです、ね。そうそうそう。基本戦わないからね、ドラえもんって。まあそうですね。映画でしか戦わないから、ね、まあ。映画版で出てきたかもしれませんね。はい。のび太と、あの、恐竜のやつとか、あの辺。多分あの辺からじゃないかな。多分あの辺ですよね。それまでは空気砲って出てないもん、うん。斬新だったよね、コブラはね。コブラって自分が小学時代ぐらいの時からやってるから。そうそうそう、左手がポカ。おおほうほうほう、なるほどなるほど。でそして、うん、このレーガンなんですけども、うん、1日に撃てる数が決まっているそうなんですね。最初は1日1発、うん、で玄界との最初の修行で力量を調整することで撃てる弾数が変化し、うん、はい、2度目の修行を受けてからは全力で撃つ場合は弾数4発となりました。でアニメでは、潜水編では1日5発撃っています、うんうん、で魔界での修行を経てからはほぼ無限に撃てるようになりましたね、うんうん、あれって多分ね初めは結構撃てたんで、そうなんですよ、うん、で霊界探偵ぐらいになった時に、はい、いきなり縛りが出て、はい、ああそうなんですか、なるほど、ね、そうなんですよね、うん、でそしてショットガン、うん、玄界との修行を経て使用可能になった技、はい、原理的には霊眼と同じなんですけど指では拳で放ちます、うん、あ、ありましたね、はい、で複数の敵は広範囲に対してショットガンのようにして放つそうです、うんうん、はいはいはい、でそしてまあこれはねユウスケが多分もともと生きてた時からの技なんでしょうね、はい、内臓殺し、これは昔から持ってる技ですね、はい、うん、超高速度ボディーブローの連打、はい、桑原がですね1週間飯が食えなかったと語るほどの威力があると、はい、で様々な敵に戦いの前半に放っているそうですね、うんうん、はい、はい、いやー技って ね, ねあレーガンっていいですよね、あれあれいいね、レーガン良かったね、はい、でそして桑原もね実は技があるんですよ、ある、はいはいはい、霊剣、はい、うん、はい、ありましたね、霊気から作り出した剣で、うん、霊気の剣という正式名称があるそうです、おお、そうなんだ、はい、最初はですね、なんか棒を持たないと出なかったんですけども、うん、はいはい、後々は、あの棒を出さずに、うん、でき、あの出せるようになったりや、二刀流にできたりや、うん、すげー、伸びたり、曲がったり、はい、伸びたり縮んだり、縮んだり使ってたよね、うん、はい、でそして、霊剣棒を高飛びの棒のように使ったこともありました、はいはいはい、はい、そうなんですよね。でそして霊剣手裏剣と言いまして、はい、あ、同じように、手裏剣状の形に霊剣を形にして飛ばす技もあるそうです、うん、はい、多分ねトグロ弟、あ、兄ぐらいの時の戦いに出てきたはず、そうなんですよね、はい、でそして、はい、桑原の真骨頂は、はい、次元刀あ、はい、対象を次元ごと断ち切ることができる刀と、うんうん、いうことでね、あの破壊することは不可能とされていた魔界と現世を隔てる悪空結界すらも切り裂ける力を持つというね、うん、すごいね、はい、結構ね、これがなければいけなかったというシーンも多々、うん、魔界編では出てきますね、でそして霊気供給、うんうん、自身の霊気を他者に供給する力という、はいはい、はい、すごいですよね、
ガソリンスタンドですよ。いやー、でそして次はですね、クラマ、はい、クラマ、クラマの技、うん、ムチ、ムチね、ムチね、ムチ、ムチね、はい、揚力をバラに通して使うムチで戦闘の際に対応したという、うんうん、かっこよかったです。はい。うん、あんなねイケメンなね高校生がいるかっていう話ですけどね。まあね、あの挑発まず高速違反だからね。はい。はい。でそして、空中に、風化炎、風化炎武人、空中に巻かれた刃のように研ぎ澄まされた花びらが術者の周りを包み込んで、うん、その領域を犯すもの全てを切り刻むと、うん、はいはいはい、でまあムチローズウィップですね、うんうんうん、だったりで、そして、植物をね対応するのも、うん、はいはい、特徴ではありましたよね、うん、用食用植物、うん、あの何でもかんでも食べる、うん、やつだったり、はいはい、でこれはですね、植物使うときは、まあ、大体は陽子の姿に戻ってからが植物をたくさん使いますね。はい、でそして冷え、はい、冷えはですね、技ね、そんなに多くないんですよ。多くないね。多くないね。はい。蛇王炎殺拳っていう技の中で、はいはいはい、蛇王炎殺黒竜派、うん、はい、だったり、蛇王炎殺煉獄将、うん、はいはいはい、蛇王炎殺拳。蛇王、はい、大体蛇王がつく、なんかね、どっちかというと、ちょっと中二病に近い患者の方々なのかなという、ね、名前がね、名前のネーミングセンスもね、名前のネーミングセンスが大体中二病に近いのかな、蛇王、ね、さえ抜けばいいんだけどね、思います。蛇眼の使い手だから、蛇眼、はい、そうなんですよね、はい、そして、さあ、アニソンマーティンも残り3分少々まで参りました、すごい、はい、そしてメールはここで1つ届いております、同じく沖縄コンビーフセンターさんからですね、はい、はい、追伸、オープニングトークのバイクの話を、バイクの話の間違いでしたと、はい、サザエさんの玉はゲームにしたら、クリリンの、紀元山で切った果物の中に入って、どの果物に入っているというクイズを出し、正解したら玉が3割増しで、腰を横に振ってぎっくり腰になるゲームしか考えられない。いいね、はい、で。そして歌の候補が来てらっしゃいます。おえアニメ、少女革命ウテナのオープニング、ロンド、おレボリューション。そして、爆裂ハンターのエンディング、マスクですかね。これもね、候補に入れておきましょう。うん、はい。いやアニソンマンティ、もう間もなくね、終了、もう3分しか残ってないという、ね。3分も ?3 分も残ってる。オッケー。はい。なんセリフのコーナーなしでもこの時間今日はセリフのコーナーなしでね、ほんで有白書なんでセリフのコーナーをねちょっとそうです、ね、やろうかなと思ってたんですよ、はいはい、ザッキーにまたちょっと噛んでいただこうかな、噛みませんよ、ザッキーはねやっぱり長文のセリフがちょっと苦手らしくて、大体そうじゃないですか、それは多分みんな、ね、そうなんですけどね、そうじゃないですか、はい、ここで出たぞポニョ、はい、いや、なんだこのほんわかな割こんなあったかい番組ですね。はい、私アニソンマーティンハートフルコメディ番組なんで知らなかったです、はい、さあさあ今流れている曲はですね、進撃のめいちゃんさんからのリクエストで崖の上のポニョでございます、はい、ではですね今日はこのエンディングテーマ曲を聴きながらいい、ね、お別れしたいと思います。来週のアニメはまだ決まってたのか決まってなかったのかもう一回ちょっと動画を見直してみようと思いますので決まってないと思う、はい、なんでね、はい、また見直し、また告知していきたいと思います、うん、今日お届けしましたのは私キサラギ司とマスオとエコザエルと山崎でした、はい、それでは皆さん、はいはい、また来週お目にかかりましょう、ね、さよならさよなら、ありがとうございます。あっちもだ。ポニョもうメタボ気味早いよ早いか。いやでももう大人になってるかもしれないし、ね、あこういう替え歌が流行ったという。流行りそう大人の中で流行りそうですね。全然しゃべって使いませんか。